はい、みなさんこんにちは。 Welcome back to my channel。 今回はキキさんと沖縄について話しました。キキさんは沖縄出身で、 iTalki というサイトで外国の方に日本語を教えています。私は沖縄が大好きなので、一緒に沖縄の魅力について話しました。沖縄の文化、方言だけじゃなくて、沖縄の人が長生きする理由についても話しました。あとは本島と沖縄の文化の違いについても話しました。本当に勉強になったし、すごく楽しかったです。皆さんもきっとこの動画から新しいことが学べると思います。これから日本人といろいろなトピックについて話している動画をいっぱいアップロードする予定なので、日本人同士の自然な会話が聞きたい人はぜひチャンネル登録してください。日本語の字幕もあるので、字幕なしで聞き取るのが難しかったら、字幕を見ながら会話を聞いてください。では早速始めましょう。レッツゴー。はい、じゃあ皆さん、今日はキキ先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キキさん、ちょっと軽く自己紹介してもらえますか？はい、わかりました。私の名前は、キキです。沖縄県、日本の沖縄で生まれ育ちました。ですね、趣味は、最近は料理とかよくするんですけど、おばあちゃんと今住んでいまして、で、そうなんです、おばあちゃんと暮らしてるので、私が基本的におばあちゃんのお昼ご飯を作って、仕事に行くとか、朝作って仕事に行くっていう感じの流れなんですけど、沖縄県出身なので、はい、沖縄の料理作ったりとかもよくします。はい、なんだろう、チャンプルーっていうね、料理、豆腐チャンプルーとか、なんかそうめんチャンプルーとか、もうすごく楽ですよね、なんか作るのも。そう、チャンプルーも好きだし、あと豚、なんだっけ、アグー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 美味しいですね。なんか沖縄の人は、豚好きです、めっちゃ。すごく豚が好きな人が多いです。そうですよね。沖縄の料理は豚の料理が多いですよね。で、iTalki、キキさんは iTalki で日本語を教えてるんですけど、キキさんの動画を見たときに、すっごい楽しそうな人だなと思って、はい。恥ずかしいです、なんか私、2020年に3月、2020年の3月に大学を卒業したんですけど、この大学生の時にすごく夏休みが長いので、その時をきっかけに、毎年海外旅行をするようにしていて、でその時に、海外で、なんだろう、日本人の顔ですから質問されたりなんかそういう時になんか交流っていうか、文化の交流があって、その時にすごく、なんか違う文化を知るって面白いとか、なんか日本の文化をなんか話せる機会があるってすごいいいなっていうふうに思って、で外国人の、私から見ると外国人の人たちとの交流を、大学を卒業した環境でも保ちたいなっていうふうに思ったのがきっかけでした。なるほど、なるほど。じゃあ、海外に行って、外国の方と出会って、いろいろ話をしていく中で、この仕事楽しそうだなって思ったんですよね。はい。なんか、この瞬間すごくいいなって思って、この外国人との会話、一緒に会話をして、っていう、この、なんか気持ちとか、この感覚を、なんか、保ちたいなっていうのがきっかけでした。はい。実は私もスペインに行って、初めて日本語教師に興味を持ち始めたんですよ。なるほど、はい。そう、スペインに行って、すごく日本が大好きな人がたくさんいて、みんなドラゴンボールとか寿司とかラーメンとか、よく言ってきてくれて、日本ってそんなに人気があるんだとか、日本ってそんなに面白い国なんだって初めて知って、でこの仕事やってみたいなと思ったので、ちょっときっかけが似ていますね。似てますね。どうですか、楽しいですか？
すごく楽しいです。やっぱりお互いの、なんだろう、文化のシェアってすごくいろんな視点で物事を考えるきっかけになったり、なんか気づきっていうものが多くて、やっぱり、それはすごく、いい仕事だなって思いました。本当に教えられますよね。本当にそうです。はい。いろんなことを外国の方に聞かれて、例えば日本文化とか日本語とか、最初全然わからなくて、そうそう、外国の方の方がよく知ってるなって思ったんですよ。私全然知らないと思って、そこから勉強し始めました。確かに、なんか日本語って、なんか私たちは母国語なので、なんだろう、感覚で覚えて、言葉を入れてるんですけど、尊敬もあります、この、日本語学習者の方に対して。すごいなって思います。すごいなって思います。私、第二言語で日本語は取得できないと思いました。本当に。もう本当に思います。わかります。なんだろう、知れば知るほど、なんかわからなくなってくる時期来ません？日本語って。なんだろう。なんか、細かすぎるのと、特別が多すぎたりとか、そう、あとは助詞とか、最後の助詞で全部変わるじゃないですか。食べるよね、食べるけ、食べるかな。最後のこの助詞で文章の意味が変わるから、本当に日本語学習者すごいなって毎日思ってます、私も。もう尊敬します、私も。そう。教えてたら分かりますよね。どれだけ日本語を勉強するのが難しいか分かりますよね。本当に思います。で、キキさんは沖縄出身なので、沖縄の方言が話せるんですけど、私沖縄の方言大好きなんですよ。一番好きなのは、ナンクルナイサー。あー、ナンクルナイサー。はい。どうしてナンクルナイサーが好きですか？その考え方が好きですね。うん、なんか、なんとかなるよって。ああ、そっかそっか。気持ちを楽にしてくれる言葉？そうです。なんかすごく沖縄って暖かくて、ゆったりと時間が流れてるような感じがある、ありますよね。この日本の本土と比べて、ちょっと沖縄って独特ってよく言われるんですけど、やっぱり一番は時間の流れ方と、まあ、人の、なんだろう。ちょっとコミュニティももちろんありますけど、人が違うかな、性格とか。そうですね。もともと沖縄は、まあ、琉球王国っていう一つの国だったから、文化が日本と全然違うんですよね。はい。なんか中国の影響を受けてますよね。そうです。昔に琉球王国の時代は、まあ、今の中国の、まあ、国私たちと交易をよくしてたりしてたので、なんだろう、この曲とか、沖縄の曲って中国の、なんだろう、この、まあ、貿易するにあたって中国の人たちを迎え入れるような、なんだろう、この等身同意とかの曲、こうテンポがいい曲とかはやっぱりこの、その人たちに向けて作られたりとか、そういうこの交流の、なんだろう、歴史っていうのがちょっと残ってますよね、今も。そうですよね。あと、シーサー。はい、シーサー、はい。ありますよね。中国にも多分、獅子かなんか、スフィンクスだったっけ。はい、はい、はい。すごく似てるのもあって、たくさん中国の影響を受けてますね。まあ、今の中国。そうですよね。日本になったのは、本当最近ですよね。歴史的に見たら、薩摩藩が来る前までは一つの国だったから、本当に独特なんですよね。なんか沖縄に何回も行ったことがあるんですけど、さっきも言ったように、なんか時間の流れがすごくゆっくりだし、人がすごく明るいんですよ。思いません？多分キキさんはね、沖縄出身だから気づかないかもしれないんですけど、そう、本島の人は、沖縄の人ってなんかめっちゃ明るいなっていうイメージがあります。私も大阪出身なので、大阪人結構言いたいこと言ったり。はい、はい。もう、
アメリカ人だと思う。なんかこういうこのなんだろう、外国人みたいな感覚はあります。日本の中で一番そういう、ね、外国人みたいな感覚の方が多い。すごくいい意味で。そうですね。でも沖縄の方もちょっとそういうところないですか？緩いところとか。ちょっとね、まあ日本が独特ですけどね、すごく時間にぴったり守るとか、そういうこの、なんだろう、まあ、相手への気遣いもそうですね。まあ日本人も結構独特ですけど、世界から。そうですね。沖縄の方は時間にルーズですか？はい。例えばなんですけど、私友達と、例えば、まあ仕事終わって、まあ6時に会おうって約束すると、6時にシャワーを浴びるとか、6時に何かをし始める。で、6時に連絡をする。今からシャワー入りますみたいな。でも、逆に時間を守りすぎてきちんと行くと、まあ2時間3時間待たされるパターンも全然ある。嘘。ね、全然あります。でも、私もするし、あなたもするし、誰も怒らない。あ、めっちゃいい。そういう雰囲気ですね。なんか、もう、分かった感じなんですね。お互いに、そこまで、なんだろう、プレッシャーを与えない、お互いに。だから、相手にされても、なんか、何も言わないみたいな。まあ、それも、もちろん、関係性によって違いますけど、昔からの友人だったり、まあ、家族だったりする場合においては、時間はそこまで厳しくないですね、お互いに。例えば遅れたら遅れたで、まあいるメンバーでちょっと楽しんでたり、じゃあ誰々はまだ来ないのとか言って電話したりとか、なんかそういう感じですよね。いや、私それ好きです、うん、私その方がいい。いや、沖縄のこれね、ダメなところですけど、はい、なんかすごく緩いです、時間には。そうなんだ。私メキシコに住んでたんですけど、メキシコ人とちょっと感覚が似てるかもしれないです。なるほど。これも人によるんですけど、何時に集合って決めても大体早くても30分ぐらい遅れてくる人はいますね。はいはい、そうそうそう。だから沖縄は日本なんですけど、なんか本当に心に余裕があると思います。沖縄の方言で好きなのが、イチャリバ町で、合ってます？はい、イチャリバ町で。これはどんな意味ですか、はい、キキさん。まあ一度会えば皆兄弟っていう役になると思うんですけど、なんだろうな、この助け合いの精神で生まれた言葉だと解釈してます、私は。なんだろう、例えば、ただ困ってる人がいて、まあそういう人たちと、まあ、出会って、何かの縁があって出会ってっていうことなので、まあ、じゃあ私がやるさみたいな、私がどうしたのとか、まあ、そういう感覚ですよね。今の私がやるさっていうのが好きですね。さあつけますよね。さあつけるし伸ばすしっていう感じですね。うん。なんか例えば、ミクさんのお名前あるじゃないですか。で、沖縄の人が呼ぶとき、ミクって呼びます。かわいい。伸ばすんですよ。だからミクはどこ行ったとか、ミクねとか、そうそうそう、伸ばします。あと沖縄の方言ありますか？なんか痛い時、なんか、まあ、英語だったらアウチとか、日本語だったらいてっていう感じ、なんか例えば何かぶつかったり、なんかアウチみたいな、いてっていうのも、沖縄の人はなんかぶつけた時に肩とか、なんかあがって言うんですよ。あがそれ知らなかったね。じゃあ今日学生、まあ日本語の学習者に沖縄の方言教えるとしたら何が一番いいかな。やっぱりなんくるないさやっぱり大好き、これ一番大好き。例えば沖縄の人がよく、おばあちゃんとかがよく、私のおばあちゃんとかがよく私に言ってくれるのが、ぬちず宝、なんか命は宝物だから大事にしなさい、大事に生きなさいみたいな意味があって、ぬちず宝っていう言葉、私はすごく大事にしてます。ぬちずっていうのが命ですかね。ぬちず、命は宝物、ぬちず宝、ぬちず宝。知らなかった、初めて知りました。だから例えば無理しすぎてる時とか、例えば自分にすごいプレッシャーがあったりとか、すごい疲れてる時
まあ、なんか自分の体を大事にしなさいとか、そういう意味合いでよく使ってると思います。ぬちるだから。優しい、なんか、音が優しい。ぬちるだから。ね。で、キキさんは、出身は沖縄の本島ですよね。はい、本島出身です。はい、でよく旅行しますか？沖縄の離島とか。まあ、離島は、まあ、沖縄すごく、あの、なんだろう、車社会なので、あの、車があれば行ける離島もたくさんあるので、あの、よく車を走らせて、まあ、妹とか、友達とか一緒に、あの、行ったりはするんですけど、この、ドライブしてる時でも、まあ、運転してる時でも、あの、まあ、海とかが見えたり、まあ、景色がすごくいいので、その、あの、行くまでのこのコースをすごい楽しめるっていうのがあって、私は結構車で沖縄の離島に行きます。ちなみにおすすめの離島とかありますか？と、一番好きなのは小売島ですね。あの、沖縄の北にある小売島、すごくいいです。行ったことないです。ないですか？ないです。ぜひぜひ、うん、次機会がありましたら行ってほしいです。なんか、あの、氷島はもう橋がつながっていて、で、この一本の橋がこの周りが海なんですよ。だからすごくこの一本道をこの運転してる時にもう風もすごく入ってきて、車の中にすっごい気持ちいいです。で、海もすごい綺麗だし、うん、おすすめです。私、あの、竹富島が好きです。竹富島、すごく昔の沖縄っていう雰囲気がすごく残ってますよね。そう、あの、新しい建物建てられないんですよね、あそこ。そうですね、守ってますよね。ちゃんと家とか石垣も守られていて、赤瓦のお家があって、牛舎があってっていう、本当に、あの、昔の沖縄の暮らしっていうのが残ってるような感じですよね。そう、多分石垣島からフェリーで15分ぐらいだったと思うので、絶対行ってほしいですね。沖縄本島とまた違う雰囲気があるので本当におすすめです。あと、基本的に沖縄って星空がめっちゃ綺麗ですよね。あ、そうなんですか？本土と比べるとってことですか？大阪なんて星見えないですよ。本当に。そっか、明るいから。明るいし、空気も汚いし、星は全然見えないですね。まあ、例えば、田舎に行ったら見えるんですけど、沖縄に初めて修学旅行で宮古島に行ったんですけど、初めて天の川を見て、本当に感動して泣いちゃいましたね、本当に、最初。そっかそっか。だから沖縄に行ったら絶対に、あの、なんかスターウォッチングとかそういうアクティビティありますよね。はい、した方がいいと思いますね。はい、そうです。でも確かに沖縄の、まあ、北の方とかになると本当に星がなんかすごい強く光ってますね。で、あと、なんか捕まえられそうなぐらい近いように感じますよね。そうなんですよ。例えば今これを見てる人が、あ、沖縄に行きたいって思ってるとしたら、キキさん、どんなアクティビティおすすめしますか？もちろん、まずは、まあ、沖縄といえば海なので、まあ、海で、まあ、泳ぐのもいいんですけど、まあ、沖縄の人たちがよく楽しむ海の楽しみ方は、海を、まあ、眺めるっていうことがベースになってくるんです、基本。海を眺める。あの、例えば、まあ、私の、まあ、今、実家の近くにビーチがあるんですけど、まあ、南の方になります。沖縄の南の方で大きい岩があって、12時過ぎぐらいは影になってて、まあ、夕日を待ちながらバーベキューして、でご飯を食べたらもちろん眠くなるので、まあ、お昼寝したりとか、そこで最高。そうやって、まあ、6時間とかザラに過ごしますね。なんかシュノーケリングとかしますか？します、します。私もオープンダイバーのライセンスも取りましたし、まあ、シュノーケリングをもちろんしますし、でも、あの、やっぱり日差しが強すぎて、
肌がすごく、うん、痛くなるので、私は、太陽がない時間帯を狙って入りますね。やっぱり、沖縄の人はこの沖縄の紫外線の強さを知ってるので、あんまり何だろう、海に行って、すごい、何だろう、日にすごく当たったりっていうことは、うん、しないと思うんですけど、でもやっぱり眺めます。いい、綺麗な時間帯は眺める。海を眺める。なんか大阪とか、まあ都会から沖縄に行く観光客は、普段綺麗な海がないので、海を見たらやっぱり入りたくなりますね。ああ、なるほどなるほど。確かにその気持ちもすごくわかります。そうで、入ったら本当に今まで見たことないような魚がいっぱい泳いでるんですよ。色が鮮やかですよね、沖縄の魚って。そう。なんか水族館でしか見たことがない魚がめっちゃいるから、私シュノーケリングし始めたら止まらなくなるんですよ。そう。そっか。なんか楽しいですよね、魚見てるだけでも。そう。あとなんだろう、夕日とかも綺麗だし。はい、夕日も綺麗だと思います。結構夕日をバックに飲んだりとか。うわ最高。めっちゃいいです本当に。だから私たちあんまりカフェに行かなくなりました。なんか特に、まあ、コロナになって、まあ、日本も営業自粛とかそういう規制があって、でもそういう時でも海だと人と距離が近くならないから、まあバーベキューしたり海で飲んだりっていう、まあもちろん家族とか近い人たちで、もうそれはすごくなんか、うん、コロナですごくストレスも溜まってたんですけど、やっぱりリラックスできる環境があるなって実感しましたね。そうですよね。で、まあ、大阪とか東京とか都会に住んでる人が沖縄に移住したりもしますよね。多いですね。毎年増えてるって聞きます。そうですよね、うん、もう沖縄好きすぎて沖縄に移住しちゃう人たくさんいますよね。いますね、本当にたくさんいます。逆になんか聞いたのは、沖縄の、まあ、若い人たちはよく内地、内地、本土のこと内地って言うんです。内地に引っ越すって聞いたんですけど。はい、そうです。あ、そうですか。やっぱり沖縄はやっぱり緩いから、最初から沖縄の社会に慣れてしまうと良くないっていうような親がたくさんいるっていうのはあって、やっぱり実感はしてるんですよ、この緩い雰囲気と緩い感じのこの流れ、うんうん、でもやっぱり若い人は吸収した方がいいからっていうことで、まあなんか内地に行って、まあ、何年間を内地で頑張ってきて沖縄にまた戻ってくるっていうパターンはすごく主流っていうか多いですね。へえ、みんなやっぱり沖縄に戻りたくなるんですかね。もう沖縄に戻る前提で行く人が多いですね、うん、やっぱり家族もいる、うん、まあ、友達もね、つながりが、すごくあるっていう人が多いし、まあ、子育てとか結婚とか、まあ、結婚子育てっていうふうに考えると沖縄で育てたいみたいな感じの人もいたり、うん、っていうのが多いですかね。そうですよね。子供が伸び伸び育ちそうですよね、沖縄。沖縄の環境はすごくいいと思います。ね、私もなんか日本に住むなら沖縄に住みたいなって思ったことがあって、ずっとなんか移住するためにはどうしたらいいかとか、沖縄の家賃とか調べてました。本当に引っ越そうとしてたんですね。そう。そう。今も、できたら1年ぐらい沖縄に住んでみたいなとか思ってます。本当に自然とすごい近い環境だと思います。うん、うわ、もう行きたくなってきた。で、あ、もう一つ私がすごく聞きたかったのが、なんか沖縄の人って長生きしますよね。はいはい、よく聞きますよね。なんか世界でも、あ、多分沖縄の何、名前忘れちゃったんですけど、沖縄の北のある村は世界で5つの人が長生きする村に選ばれてるんですよ。はいはいはい。そうで、なんか秘訣あるのかなと思って、
どう思いますか、キキさん。私の感覚ですけど、地元で採れた野菜とかフルーツってすごく栄養価が高いような気がします。なんだろう、まあ、私も聞いたことがあって、紫外線が強い分すごく栄養価が高い、まあ、野菜が採れたりっていうこともあって、沖縄の野菜ってすごく色がはっきりしてるっていうか、ゴーヤとかなんだろう、すごい緑なんですよ、色とか。なんだろう、まあ、パイナップルとかフルーツとかマンゴーとかも栄養価高いし、やっぱそういう食べ物を食べるのもあるし、まあ、沖縄料理ってやっぱり昔の沖縄料理はすごくヘルシーだし、野菜をたくさん使うっていうのもあって、やっぱりそういう食生活と、あとは精神的な面がすごく大きい。やっぱり、なんかそういうストレスが少ない社会であるのと、やっぱりコミュニティがすごくしっかりしてるっていう感じですかね。そうですよね。なんかテレビでよく見るのは、80歳になっても90歳になっても、なんかラジオ体操をしたり、趣味で絵はがきを描いたり、自分の好きなことをしている人たちが多いって聞いたんですけど、多分それもありますよね。はい、もうそれはすごく大きいと思います。年を重ねてからの生き方みたいなのがすごくそう、充実してくるような人もすごく多いし、やっぱり沖縄って少子化ではなくて、子供の数は日本で唯一少子化ではない地域なんですね。そうなんです。だから孫が12人いるとか孫が14人いるとか、そういう環境の、そういう家族とかも全然あるので、なんだろう、おばあちゃんがすごくね、中心にいるような家族ってすごく多いんですよ。なるほど。沖縄ってすごい集まる行事が多いんですね。家族が集まる行事っていうのが多くって、やっぱり1年に何度も顔を合わせて、なんだろう、そういうのってすごいバイタリティにつながる、活力になりますよね。多分そういうのも全然関わってると思います、私は。だからキラキラしてるおばあちゃんおじいちゃん多いですよね、沖縄に。いいな、老後沖縄に移住しようかな。もう住みやすいと思います、おじいちゃんおばあちゃん。しかもたくさんおじいちゃんおばあちゃんもいっぱいいるし、子供もたくさんいるしっていう環境なので、本当にエネルギーに溢れてますよね。それも関わってるのかな。そうですね。沖縄に旅行した時に、なんかもう普通に80とか90歳ぐらいのおじいちゃんがまだ畑仕事してたり、釣りしてたり、車運転してたりとか、バイク運転してたり、全然あります。めっちゃ元気ですよね。本当に精神的にすごく元気だし、いつも笑ってるイメージがあるんですよ、沖縄の人って。確かにそれはあるかもしれないです。ですよね。うん、だから皆さん、まあ、京都とか東京とか大阪もいいですけど、沖縄本当に行ってみてください。もうぜひ来てほしい。本当におすすめですね。そう、本島だけじゃなくて、いろいろな離島もあるので、まあ、今日行った氷島でしたっけ。氷島もいいし、はい、沖縄の北の方にある島ですね。そうですね。あとはまあ石垣とか、はい、宮古島最高だった。宮古島も行ったんですか。行きました。海が綺麗ですよね、宮古は。もっともっとめっちゃ綺麗だし、宮古島の地元の居酒屋に友達と行ったら、本当にみんな踊ってるんですよ、普通に。なんか一体感がありますよね、居酒屋でも。そう、すごくお客さん同士が、そうだから、多分それも沖縄の文化だと思うんですよ。なんかあんまりなんかこう、まあ、沖縄の人と話しても壁がないんですよ。今日キキさんと話してても全然この壁を感じないんですよ。そう思っていただけるのはすごい嬉しいです。で、他の沖縄の方と話しても普通に初めてなのにすっごい話しやすいし、なんか私的にはもう人が最高です。あー、それすっごい褒め言葉、嬉しいです。そう、だから日本に留学するときに、まあ、京都とかね、大阪とか東京もいいですけど、沖縄もいいんじゃないかなと私は思います。
そうそうそう、また違う楽しみ方ができる場所かもしれないです。うん、そうですね、行きやすいです。ここはすごく行きやすいと思います。そうですよね、私も今キキさんと話してやっぱり1年ぐらい住んでみたいなって改めて思いました。1年ぐらいならもう本当にすごいいろんなこと体験できますよ。はいはい、うん、ね、あのキキさん日本語の先生をアイトーキーでしてるので、はい、もしよかったらリンクを貼っておくのでキキさんとレッスンを予約してみてください。はい、一緒に会話を楽しみましょう。はい、超楽しいですよ。レッスンでもこんな感じでゆるくあのいろんな話題について話したりしてます。うんうん、楽しそう、本当に楽しそうだから皆さん予約してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、キキさん今日ありがとうございました。ありがとうございます。すごく楽しかったです。はい、私も楽しかったです。